ちゃってシープ体制でやっていただきます。まずちょっと場所がちょっと残ってしまいまして、バンカーの確認を先に立てて、ちょっと上でこれがで、そうですね。ちょっともうちょっと張りましょう。はい、ありがとうございます。3、2、OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ前進んでますので、はい。Go.右足はだいたいどんぐらい切れます？いやー、やっぱサッカーで切る右足とここで切る右足全然違うので、まあ、蹴れるっちゃ蹴れるんですけど距離は分かんないですね。あと俺本番で右足使ったことないんで練習とかでふざけてとかだったらあるんですけど、それ以外はないんで。当たるな。オッケー。これだ、右足の調子ですね。いいっすね。ほんまに悪くない。今肩回りにあるじゃないですか。うん。あそこら辺まで一発で右足で。一発右足。落とします。で見た目で決めれるようにします。宣言しないとチャレンジしないんで、あ、でも全然 木に当たってしまうっていう、いい落ちマジで全然木が視界に入んなかった予想外の、まあ予想外って言ったらあれだけど、自分の足の痛みに耐えきれなくて逆足使ったんですけど、まあ今日はその新たな発見ができたので右足が使えるという、それが良かったかなと。それ以外はね、パッと根距離ぐらいだったら痛み関係なしにやっぱり入れていかないといけないかなっていうふうに思ったので、今日はまあ出来がぼちぼちですかね。頑張ります。来月に向けて体作ってきます。